愛子役をやります長尾マリアです。まだ始まって少ししか経ってないんですけど、もう初めから監督さんとか衣装さんとか助監督さんとかすごく優しく面白くしてもらって、すごく温かい現場になってます。そうですね、あんまりホラー映画は見ないんですけど、その台本を読んだだけでなんかゾクゾクってするような、こう結構走って追いかけられるっていうシーンが多いので、そこでのスリル感とかがすごくなんか怖いなって思いました。VS なので、口裂け女 VS 鹿島ということで、こう2つもこうよくわからない、こう正体もよくわからない2人の恐怖と、あとは追いかけてくる恐怖と、走ってくるシーンがすごく多いので、そこでのカメラさんのアングルだったり、結構一連で撮るところが多いので、そこが見どころだと思います。口裂け女 VS 鹿島さん、見てください。